皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの武見です。今回は絶対にやるべき老化を防ぐ究極の方法と題しまして、科学的にぜひともやるべきである老化を防ぐ方法を解説していきたいと思います。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で絶対にやるべき老化を防ぐ究極の方法について、2限で成長ホルモンを分泌させる行動まとめについて解説していきたいと思います。それでは早速1限の絶対にやるべき老化を防ぐ究極の方法から解説をスタートしていきたいと思います。さて、老化を防ぐ究極の方法なんてね、ちょっと言ってしまうと美容クリニックで行われている高額の治療などを思い浮かべる人がいるかもしれませんね。しかし今回紹介する方法は誰にでもでき、そして私たちの体的にも自然な方法でございます。結論を先に申し上げておくと、老化を防ぐ究極の方法とは成長ホルモンをしっかりと分泌させることでございます。さて皆さんは成長ホルモンという言葉自体は聞いたことがあるのではないでしょうか。しかし多くの人は成長ホルモンって子どもの成長にとって重要なものでしょとね、そういったイメージを持っているのではないかと思うんです。しかしこの成長ホルモンというのは子どもだけじゃなくて大人になってからもちゃんと分泌されていて、成人にとっても重要な役割を果たしているということが分かっているんです。さて老化したくない、老化のプロセスをなんとか遅らせたいよと思っている人は、成長ホルモンがその鍵を握っているんだということを知っておいていただきたいと思うんです。成長ホルモンには実に様々な効果があります。成長ホルモンは骨や筋肉の成長を促進し、代謝や脂肪分解を促進するという作用があります。そして生涯を通して私たちの組織や臓器を維持するのにも役立ってくれます。さらには老化し傷ついた細胞を修復再生してくれたり、疲労を取ってくれるという効果もある、とても大切なホルモンでございます。またね、怪我や病気からの回復を助けながら筋肉の成長や筋力、運動パフォーマンスまで高めてくれるということも分かっております。さらに成長ホルモンは組織などの新陳代謝を活性化してくれます。皮膚の新陳代謝も活性化してくれますから、そうなるとね、当然肌のツヤが良くなったりして実際の年齢よりも若く見られるようになるでしょう。成長ホルモンは脳の下垂体というところで作られております。しかしですよ、年を取るにつれて下垂体から分泌される成長ホルモンの量はだんだん少なくなっていってしまうんです。成長ホルモンが減少してしまうと、次第に疲労からの回復が遅くなったり、筋肉量が低下したり、骨量が低下したり、肌の衰えなどが目立つようになってきてしまいます。成長ホルモンのレベルが低いと生活の質が低下し、病気のリスクが高まり、脂肪が増え、肌のツヤなどがなくなり、見た目が老けて見えたりしてしまいます。年を取るにつれて老化を防いでくれる成長ホルモンの量が減ってしまうわけですから、筋肉量の低下とか肌のツヤがなくなったりと、私たちは老化してしまうということになるんです。だからね、いつまでも若々しくいたいと思うのならば、その方法は極めてシンプルでございます。ちゃんと成長ホルモンが分泌されるような行動をとり、成長ホルモンをたっぷりと出してやれば良いということになります。面白いことに、どのような食事をとるのかといったライフスタイルの選択によってね、私たちの成長ホルモンの量は大きく変わるそうなんです。ですから努力次第で成長ホルモンの分泌量を増やして、様々な成長ホルモンの効果が得られるわけなんですから、やらない手はないでしょう。このように言うと、成長ホルモンを分泌させるようなライフスタイルを送るのはめんどくさいから、成長ホルモンをね、美容クリニックとかで注射してしまえばいいんじゃないのと思われる人がいらっしゃるかもしれませんね。あなたはお金持ちでございます。確かにね、美容のために成長ホルモンを注射するといったことも行われているようなんですが、少し調べてみたところ、成長ホルモンを注射することにアンチエイジングの効果があるかどうか効果に関してはね、確かな根拠はないようです。まあどっちにしろ成長ホルモンを
美容クリニックなどで注射するといった治療には結構お金がかかりますから、お金がある人はね別にやったっていいと思いますが、普通の人はやはり自前の成長ホルモンを自然な形で分泌させてやるという方法を取るのが良いかと思うんです。そしてどのような行動を取れば成長ホルモンが分泌されるのかということについてはすでに分かっております。ではでは、どんな行動を取れば良いのか、それについて2限で詳しく解説していきたいと思います。その前に1限の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、絶対にやるべき老化を防ぐ究極の方法は成長ホルモンをしっかり分泌させること。老化のプロセスをなんとか遅らせたいと思っている人は成長ホルモンがその鍵を握っている。ポイント2、成長ホルモンには新陳代謝や脂肪分解を促進してくれる、老化し傷ついた細胞を修復再生してくれる、疲労を取ってくれるといった様々な効果がある。成長ホルモンを自然に分泌させるような行動をとって成長ホルモンをたっぷりと分泌させよう。それでは次2限で成長ホルモンを分泌させる行動まとめについて解説していきたいと思います。さて1限ではね、成長ホルモンをしっかり分泌させることが老化プロセスを遅らせることの鍵であると申し上げました。まあね、老化という問題に限らず成長ホルモンをしっかり分泌させてあげるというのは健康全般にとって極めて重要であるということがここまでの説明でご理解いただけたのではないでしょうか。結局アンチエイジングとか美容に良いことというのは健康に良いことである場合が多いです。そりゃ健康であれば老化を遅らせることだってできるだろうし、若々しくいられることだってできるでしょうから、健康に良いことをしていれば老化を遅らせることが基本的にはできるんです。逆に健康を損なってしまうから様々な病気になったりして老化が進んでしまうという言い方だってできますよね。まあとにかく成長ホルモンをしっかり分泌させてあげるというのは老化にとっても健康全般にとっても良いことですので、ぜひ成長ホルモンを分泌させる行動をとっていこうではありませんか。ではね、その行動を2限でしっかりとまとめておきたいと思います。成長ホルモンを分泌させる行動、1、糖分を減らす、2、高強度の運動または有酸素運動をする、3、睡眠を最適化する。ではそれぞれ一つずつ分かりやすく解説していきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。まずは一つ目の成長ホルモンを分泌させる行動は糖分を減らすということでございます。さてこの糖分、特に生成された砂糖を減らすというのは成長ホルモンを分泌させて若返るために重要なんです。というかそもそも糖分を取りすぎてしまうと成長ホルモン云々言う前に過剰な糖分によって僕らは老化してしまうということが分かっておりますので、そもそも糖分は取りすぎないようにしてほしいと思うんです。では糖分を取るとそれが成長ホルモンにどのような影響を及ぼすのでしょうか。皆さん糖分を取ると体の中で何が起こりますか。そうでございます、血糖値が上がりますから、それを下げるためにインスリンが膵臓から分泌されますよね。そしてインスリンの量が増えると成長ホルモンが減ってしまうということがね、研究によって示唆されているわけなんです。糖分を摂取するとインスリンが出る、そしてインスリンが出ると成長ホルモンが減ってしまう。だから糖分を取ると成長ホルモンが減るんだよということでございます。逆に言うと糖分を控えるとちゃんと成長ホルモンが出るようになるんだよということでございます。ある研究によると健康な人は糖尿病の人よりも3から4倍高い成長ホルモンレベルを持っているということが分かっているんです。いや3から4倍ってすごいですよね。インスリンレベルに直接影響を与えることに加えて過剰な糖分の摂取は体重増加と肥満の重要な要因となっておりますよね。そしてお腹に脂肪がついちゃうことによって成長ホルモンが減ってしまうと指摘している研究も結構あるんです。インスリンレベルの上昇は成長ホルモンの分泌を低下させる可能性があり、また肥満の状態というのは成長ホルモンの分泌を低下させる可能性があります。
したがって大量の砂糖と精製された炭水化物の摂取を制限してください。これらを制限することができれば今よりも成長ホルモンを分泌させることができるでしょう。それでは次2つ目の成長ホルモンを分泌させるための行動は高強度の運動または有酸素運動をするということでございます。さて来ましたね。様々な健康効果が認められていて健康になるためには必須な運動でございます。運動が体に良い逆に運動しないことが体にめちゃくちゃ悪いというのは皆さんもう100万回ぐらい聞いたことがあるのではないでしょうか。今回は運動が成長ホルモンにもたらす影響にフォーカスして見ていきたいと思います。運動は成長ホルモンのレベルを大幅に上げる最も効果的な方法の一つとされております。一般的な運動には筋トレのような短期間の激しい無酸素運動とランニングのような比較的長い時間行う有酸素運動がありますよね。どちらの運動であっても成長ホルモンというのは分泌されるのが分かっているんですが高強度の比較的短い運動が最も成長ホルモンを分泌させるのに効果的だそうです。例えばね全力でダッシュをするとかスプリントをするといったものが高強度の比較的短い運動でございます。そしてね高強度の比較的短い運動で最近ねめちゃくちゃ注目されているのが皆さんご存知のヒットでございます。ヒットとは簡単に言うと高強度の負荷が高い運動と休憩を短いスパンで交互に行う独特のトレーニングでございます。このヒットは最もコスパの良い運動とされており短期間で有酸素運動と無酸素運動の両方の運動効果が得られるという素晴らしき運動方法として今注目を集めております。ヒットは20秒の運動そして10秒の休憩それを8セットで1回が基本でございます。高負荷の運動を20秒ガーッと行ったら10秒ハーッと休んで次の運動に移るということを8回繰り返すわけでございます。つまり20秒足す10秒これが8セットですから合計たったの4分間でございます。そして20秒の全力の運動でやる内容としましては高速スクワット高速バーピー短距離ダッシュトレッドミル、エアロバイクなど実に様々な運動があって基本的には何でも良いそうですから皆さんの好きなものをチョイスしていただければと思います。バーッとね外に出て短距離ダッシュをしたっていいしオラーということでエアロバイクを漕ぎまくっても OK でございます。ちなみに私は作業や仕事の間によく高速スクワットや高速バーピーをしております。このヒットを行うと成長ホルモンが爆上がりするということが分かっておりますからぜひおすすめの方法になります。ただね全力で20秒間ガーッと運動するだけあってなかなかね慣れていないとしんどいですから慣れていない人は少しずつ始めてみることをおすすめいたします。またヒットに限らず自分の好きな高強度の運動がある人はそちらを行ったってちゃんと成長ホルモンは分泌されるからそれでも良いと思います。また自分は高強度の短い運動よりもウォーキングやランニングといった有酸素運動の方が好きだよという人もいらっしゃるかと思います。そういう人の場合は有酸素運動をやれば良いと思います。そこそこの強度の有酸素運動を30分以上やると成長ホルモンが出始めると言われておりますから有酸素運動をするのなら30分以上やるということを押さえておいていただければと思います。まとめると運動は成長ホルモンを分泌させるための最良の方法の一つであり中でも高強度トレーニングは成長ホルモンレベルを上げるための最良の運動でございます。そして有酸素運動をするときはちょっときついなと思うレベルのものを30分以上行うということを意識してほしいと思います。それでは次成長ホルモンを分泌させる行動の3つ目睡眠を最適化するに解説を移っていきましょうか。さて皆さんはね午後10時から午前2時の間は睡眠のゴールデンタイムだよなんて言われているのを一度は聞いたことがあるかと思うんです。この時間帯は成長ホルモンが最も分泌されるため若々しくいたいのならば肌をいつまでもプルプルに保ちたいのであればこの睡眠のゴールデン
転タイムの時間にしっかり寝ようねと皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。しかしこの10時から2時の間の睡眠のゴールデンタイムに成長ホルモンが最も分泌されるというのは嘘なんじゃないのと最近言われているわけでございます。成長ホルモンは特定の時間帯で分泌されるものではないということが論文に記載されているようです。重要なのは10時から2時の間に寝るといった時間帯ではなくて睡眠直後に訪れるノンレム睡眠が重要でございます。このノンレム睡眠と成長ホルモンの間に密接な関係があるということが分かっているんです。だからね、別に10時から2時の間に寝ていなくてもこの時間を過ぎて例えば深夜3時とかに眠りについたとしても眠り始めに深いノンレム睡眠に入ることさえできれば成長ホルモンは出ます。逆に俺は睡眠のゴールデンタイムに寝ているよとか言って22時に寝ていても眠りが浅ければ成長ホルモンはあまり分泌されないということが分かっております。いやーこれはね結構私たちにとって朗報ではないでしょうか。だって睡眠のゴールデンタイムの10時から2時の間にしっかりと睡眠をとることが重要だなんて言われたって10時に眠れる人が一体何人いるんだよという話ですよね。そもそも仕事が終わるのが10時だという人もいるでしょうし、なかなか毎日10時に寝るというのは継続するのが極めて難しい習慣だと思います。10時に毎日寝るとなると飲み会にも行けないし友達と夜遊ぶこともできませんからね。しかし睡眠の質を上げて眠り始めのノンレム睡眠を深くすることができれば成長ホルモンが分泌されるということでございます。だからよく言われているように睡眠の質を上げるための対策を講じることが必要です。例えば寝る直前はブルーライトを浴びないとか、寝る90分前に湯船に浸かるとか、寝室を真っ暗にして寝るとか、寝室を涼しくして寝るとか、夜のルーティーンを作るといった風にして睡眠の質を上げることが重要なわけなんです。そして成長ホルモンのために睡眠の質を上げる前にもっと大前提となることは当たり前ですが、ちゃんと睡眠時間を確保するということでございます。睡眠時間が不足してしまうと成長ホルモンの分泌が減ってしまうと示唆されている研究もありますから、大前提はやはり睡眠時間をしっかりと確保するということ。その上で先ほど言ったような様々な夜のテクニックを使って睡眠の質を上げていくのが良いでしょう。それでは2限の内容をここでしっかりとまとめておきたいと思います。成長ホルモンを分泌させる行動を3つ紹介しました。1つ目は糖分を減らすということでした。インスリンレベルが上昇してしまうことと肥満の状態はどちらも成長ホルモンの分泌を低下させる可能性があるから、大量の砂糖や精製炭水化物の摂取を制限しようとお伝えしました。そして2つ目の行動は高強度の運動または有酸素運動でした。運動は成長ホルモンを分泌させるための最良の方法の一つであり、中でも高強度トレーニングは成長ホルモンレベルを上げるための最良の運動です。そして有酸素運動をするときはちょっときついなと思うレベルのものを30分以上行おうとお伝えしました。そして3つ目の行動は睡眠を最適化することでした。寝る時間帯よりも眠り始めに深いノンレム睡眠に入ることの方が成長ホルモンにとっては重要ですから、睡眠の質を上げましょう。睡眠不足は成長ホルモンの量が減る恐れがあるのでやめようとお伝えさせてもらいました。さてさていかがでしたでしょうか。皆様、本日はなかなか情報量が多かったと思います。本日は絶対にやるべき老化を防ぐ究極の方法として成長ホルモンを分泌させようねというお話から始まり、実際に成長ホルモンを分泌させる行動についてもまとめさせていただきました。なんといってもね、今回の方法が良いのは自分の成長ホルモンを自然な形で分泌させることができるということにあると思います。成長ホルモンを例えば注射によって体内に入れるという方法はまだそれが有効であるかどうかの十分なエビデンスが揃っていませんし、ちょっと怖いような気もしますね。しかし今回の方法はナチュラルに自分の体内で自前の成長ホルモンを分泌させる方法ですから、体に悪いわけがありません。ぜひね、なるほどと老化を防いだり、さらには
全体的な健康のためにはしっかりと成長ホルモンを分泌させてあげることが必要なんだと。成長ホルモンというのは様々な効果を私たちにもたらしてくれるんだということを知って、成長ホルモンを分泌させるような行動を一つでも日常生活の中に取り入れていただければとても嬉しく思います。今回の動画を見ることによって成長ホルモンでたっぷりになり、若々しい人が増えれば私はとても嬉しく思います。本日は以上になります。この動画が良かったよという人は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れていただけるととても嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。